2015年に現行の LX が登場してからわずか6年の間にプレミアム SUV クラスの市場は大きく変化しました。これまで SUV を出したことのなかった高級車メーカーから続々と SUV がデビューしました。ベントレー、マセラティ、ロールスロイス、ランボルギーニ、アストンマーチンなどです。今回の新型 LX はこうした1000万円を優に超えるプレミアムクラスでも確かな競争力を持てる車として開発されました。というわけで今回は熾烈を極めるプレミアム SUV 界隈において新型 LX がデザイン面でどのように刷新されたかという点を見ていきましょう。昨今の新型車はグリルがどんどん巨大化するというのは BMW はじめどのメーカーでも約束です。新型 LX のスピンドルグリルも例にたがわずより大きくはなっているんですが、グリル単体としての存在感は薄まりました。従来モデルはメッキのフレームで囲まれていましたが、新型はフレームレスになり、グリルを構成する1枚1枚のパネルもワイド感を強調できるシンプルなものになりました。これによってグリルが巨大化されてもボディとの一体感が生まれ、キドニーグリルの収まりが良くなりました。ヘッドライトに内蔵されている L 字型のデイタイムライトも従来の鋭さを強調したデザインから太めのどっしりとしたラインになりました。こうした変更によってより垢抜けたフロントフェイスになりました。従来の LX も十分かっこよかったんですが、新型は冒頭に挙げたような高級車メーカーの出す SUV に肩を並べられる顔になりました。このことはフロントだけでなくサイドやリアから見てもそう言えます。サイドを見てみましょう。ホイールはなんと22インチとなっていて、ライバル SUV をしのぐ巨大サイズとなっています。このため 1.9 メートルある前高でも足元がプアな感じはなく、どっしりと見えるスタイルになっています。またヘキサゴン型のフェンダーアーチからだいぶ距離を取った上部にはフェンダーに沿ったプレスラインが入っていて、迫力や堅牢さを表現しています。この部分は新型ランドクルーザーと共通です。一方でランドクルーザーと異なる部分として、上部キャビン部分のクォーターガラスがカーブを描いた形になり、リアゲートも丸みを帯びていて、全体から漂う緊張感をここで抜いているような感じです。頑強さを全面的に押し出すランクルとは違い、 LX はプレミアムブランドとしてのゆとりも演出しています。ではリアを見ていきましょう。横一線のコンビネーションランプは最近のトレンドを入れていますね。レクサスエンブレムはなくなり、新型 NX と同様文字になりました。ナンバー灯周りもメッキが配されシンプルになりました。これもいいですね。リアバンパーも出っ張りがなくなり、やぼったさが消えたのも好感が持てます。その代わりリアをぶつけたら修理箇所が広範囲に広がりそうです。でもこの車を買う人はそんなのは気にしないので問題ないでしょう。続いて室内を見てみましょう。木目パネルが撤廃され、センタークラスターもすっきりしました。ディスプレイは上下のデュアルタイプになっているのは新型ランドクルーザーと異なる点です。全体的にシンプルになり洗練された印象ですね。そして今回の目玉は4人乗り仕様のエクスキューティブですよね。このグレードを出すところからもベンテイガやカリナンなど LX よりもさらに上の価格帯のモデルを意識していると言えるでしょう。シートは NASA の提唱する中立姿勢、つまり宇宙空間での最も体に負担のない自然な姿勢でくつろげる設計を取り入れています。また天井に専用エアコン送風口があるために後席の空調機能も強化されていて、灼熱の国でも極寒の国でも快適に過ごせそうです。他にも新型 LX は従来より200キロ軽量化されたことや、盗難防止のために指紋認証機能もつくなど新たなトピックがいくつも盛り込まれています。先代の LX と比べるとシャープさがなくなり、より丸みを帯びるようになり、単純にかっこいいと感じるデザインではなくなりましたが、最上級のプレミアム SUV としての風格は十分にまとっているなと感じます。皆さんのこの車の感想もぜひ教えてください。それではまた。